旅人パイモン。さっき九条サラさんが来たんだ。あそこにいる。うろうろしてるのを見ると本当にオイラたちのことが心配みたいだな。すごく警戒してる。状況がちょっと複雑だ。まずは彼女と話をしてみよう。皆の者、近頃の働きご苦労だったな。人手を連れてきた。ここ一番の正念場はもう過ぎたと言えよう。ここからはこの道を守ることで魔物を効果的に防ぐことができるはずだ。逃げ出す者がいても奴らを荒海一帯に封じることができる。以前ここの秘境内から大きな音が聞こえた。おそらく中には大量の仕掛けがあるのだろう。時期を見計らい兵を投入して攻め入る。我々は今その準備を進めている途中だ。もっと秘境に近いところに駐留したりしないのか。以前の行動時、武士たちは秘境と十分な距離を保つことを考えていなかった。そのため魔物の奇襲に対し慌てて退却する羽目になったのだ。一回目は想定外と言えるが、二回目は手落ちだ。このようなことを再び起こすことは許されない。そうだったのか。この後は九条陣屋へ戻り他の地区の防衛を調整する。来るのが少々遅かったが、ここは天領奉行が引き受けよう。お前たちの協力に感謝する。事前に話していた報酬についてもしかと覚えている。信玄殿、この手紙を。中には私が手配した通行証が入っている。信玄殿のために最も長い期間の滞在期限を申請しておいた。その期間を利用して稲妻をじっくり観光してもらえると嬉しい。それ以外にも食事と宿泊施設を手配した。城内へ戻ったら手紙に書かれた通りに宿へ向かうといい。マジかよ。こんなの天からモラが降ってきたようなもんだろ。食事も宿も無料で稲妻観光までできる。遠慮するな。当然のことをしたまでだ。ありがとう。あんた最近すごく忙しくしてるだろ。いつ休んでるのか気になってたんだ。もしあんたが休暇を取れた時にあたいがまだ稲妻にいたら、ぜひあたいの路上ライブを見に来てくれ。正直私は詩や音楽にあまり興味がない。だが信玄殿は天領奉行に多大な貢献をした。ならば私も機会があれば行ってみよう。これで信玄が一番心配してたことも解決したな。いやいや、一番心配なのは式大将のことだって。こっからはあたいの個人的な利益とは関係なしだ。友達としてあいつを助けてやらないと。それとあの兄ちゃんも、旅人、もちろんあいつも助けるよな。じゃあ行こうぜ。こっそり式大将と合流しに。信玄さん、旅人さん、パイモンさん。さっきある女将領が人を連れてこの辺りを偵察していた。あいつは天領奉行の人で九条サラって言うんだ。九条サラ、天領奉行にはそのような人がいるのか。天領奉行の当主の名は聞いたことがある。確か男性だった。九条、何だったかはっきりとは覚えていないが、些細なことを思い出した。確か春之助とその天領奉行の当主は将棋をしたことがある。その春之助って人、もしかして偉い人だったのか。雑談は後にしようぜ。誰にも気づかれないうちに早く音容量の中に入ろう。そうだな。それにあの行方不明のやつも探さないと。早く行こう。よし、じゃあみんな僕についてきてくれ。うわぁ、お前ここにいたのかよ。あ、来たんだね。もう待ちくたびれたよ。君たちせっかくのいいところを見逃しちゃったね。実に惜しい。こいつ結構元気そうだぞ。傷も負ってないし。ん？
心配してくれてたのかい？本当？君に心配してもらえるなんて光栄だね。相棒として、古きライバルとして君は知っているはずだ。こういうサプライズに満ちた戦いは俺の好みだってことを。秘境が再構築されている間、部屋が上下に移動して魔物も一緒に辺りを駆け回っていた。ここ何日かとても楽しく戦えたよ。それに式大将が必要とする拓本もいくつか見つけられた。中には彼の記憶と力が入っているはずだよ。ちょうどいいタイミングだったな。早くそれらを回収しようぜ、式大将。拓本に残っている符術の力には限界がある。だから僕が取り戻せる記憶も限られている。まだ足りないのか？じゃあ計画通り引き続き秘境の奥深くへ進もう。いやいや、秘境は再構築されたんだから、せっかく見つけたルートもとっくに使えなくなってるって。その点については心配無用。秘境の再構築には規則がある。だからなんとなく方向がわかるんだ。あっちに向かえば間違いないだろう。ちょっと待ってくれ、質問があるぞ。式大将、さっき拓本に残ってる力が足りないから記憶の回復にも限りがあるって言ってたけど、だったらなんでその道が正しいってわかるんだ？この前お前と一緒にあの扉を通ったら、オイラたちは秘境の外に出た。つまりここにある扉には本物じゃないものもあるってことだろ。もしお前が間違えてオイラたちを危ない場所に連れて行ったら、それこそ終わりじゃないか。そう心配するのも無理はない。だが僕は君たちが納得のいく答えを示すことはできない。もし漁師の直感だと言ったら受け入れてくれるか？なんか心もとないな。パイモンの言ったことはもっともだが、あたいたちは式大将という案内役を信じるしかない。じゃないとここにずっといる羽目になるだろう。それに万が一秘境がまた動き出したら、その時はもっと方向がわからなくなるかもしれない。外に行ってから少し焦ってるみたいだね。もしかして何かトラブルにでもあったんじゃないかな。俺の知る限り現段階では稲妻の情勢はまだ安定しているとは言えない。このような秘境は天領奉行が対処すべきことだが、天領奉行は人手が不足していて全体の局面を制御するには不十分だ。だから君たちが依頼を受けここへ来た。そしておそらくそれは天領奉行による依頼だったのだろう。君たちは彼らの命を受けている。あいつらのやり方なら直接秘境に突撃して全てをねじ伏せてしまう。そうなる前に式大将の記憶を取り戻さなければもうチャンスはない。だから君は焦っている。そうだよね。全部お前らの陰謀だったのか。俺は確かにあることを調査しているが、君たちの考えているようなことじゃない。このことはまた後にしよう。今は目先の問題の方が先だ。旅人、俺は君と付き合いがある。こういうところでわざわざ嘘をつく必要はない。稲妻に着いた後、俺は周辺地区で魔物の痕跡を見つけ、自然とこの秘境までたどり着いたのさ。ここは当主のために設立された訓練場のように、戦いと殺し合いしか存在しない。ここにいると自分を思いっきり解放して楽しむことができる。こう言っちゃ悪いけど、旅人とパイモンを除いてそこの二人に会ったのはこれが初めてだ。俺が立場をあまり気にしない人だっていうことを君たちは知らない。善悪、聖者、使命、これらのことは本当に重要なことなのか？極限の戦いや楽しい殺し合いよりも魅力的なのだろうか。やっぱり戦いが好きな人だったのか。兄ちゃん、あんたの言ってる意味ってのは？
特に意味はないよ。ただ道中の魔物を恐れず前へと進め、それだけが言いたかったんだ。もし君たちが全力を尽くせないのなら、俺が君たちの代わりに全てをねじ伏せる。もし君たちがそれに抵抗を感じるのなら、俺が殺戮に関わる全てを背負う。なぜなら戦いは俺の一番得意なことだからね。オイラを見るなよ。行くよ。行けばいいんだろ。この部屋は音容量の最深部に非常に近い。確か僕と春之助もここに長く留まっていた。僕たちはずっと稲妻各地から来る武人を観察していた。彼らは宴で酒を飲むとき、我々も強大な魔物を倒す力を手に入れたと声高く叫んでいたよ。もしかしたらあんたとカムナ春之助ってその武士たちを連れて魔物を退治しに来たんじゃないか。その可能性もあるが、他の可能性もある。言い換えれば、そのような状況は春之助がわざと仕組んだものである可能性がある。制御不能になった陰陽寮を再び掌握するため、武士たちを引き連れ秘境に入り、魔物を退治するよう命じた。式大将は講師の言ってた推測についてさらに考えてるのか。まったく、俺だって別に毎回悪い方に考えてるわけじゃないよ。ただ合理的で包括的な推測をしただけだ。みんなに悪意はないと知ってる。僕の記憶はまだ完全なものじゃない。だが欠けている部分もどんどん減ってきた。もうすぐ全回復するだろう。それになんだか感じるんだ。前に進めば春之助に会えるかもしれないって。この陰陽寮は別に最近できたものってわけじゃないんだろう。その人はこの中にずっといるのか。旅人、ちょっと待て。あんたもしかして。みんなの真剣な表情から察するに、とても重要なことみたいだ。でも真剣すぎてもあれだろ。ここはもう十分不気味なのに、これだとなんか内輪揉めしてるみたいだ。やっぱりオイラが言うぞ。あの時秘境から魔物が逃げ出してるって聞いて、天領奉行の武士たちと一緒にここまで来たんだ。オイラたちがお前に会った時、お前は秘境の由来を全く知らなかった。それどころか自分が何で生まれたのかさえも。でもオイラたちはあの時お前が本当に何も知らなかったって信じてる。たとえお前を信じられなくても、オイラたちは信玄を信じてる。信玄がお前を認めたのなら、オイラたちもお前と一緒に行動をとる。探索が進むにつれて、オイラたちは秘境の深くに入り、真相がすぐ目の前のところまで来た。でも今に至るまで、この秘境が邪悪な目的で創造されたかどうか、まだ判断できていない。箱には宝も災いも入っている可能性がある。つまりオイラたちは、その箱を開ける最後の瞬間にまで来たんだ。警戒もなしに開けるわけにはいかないだろう。あたいは他人が後戻りできない選択をするのを見るのが好きじゃない。だけど旅人が言ったように、あたいたちは十分な準備をしてお互いに責任を持つ必要があるんだ。わかった。どうやら僕が決断を下す時が来たようだね。ここまで僕はずっと謎に包まれたまま君たちの助けを受けてきた。たとえ短い間しか共に戦っていないとしても、お互いに秘密があってはならない。今ある情報ではまだ保証はできない。僕は春之助を信じたい。でもこの年月を経て彼が変わっていないかどうかはわからない。それか僕の記憶が偽りのものだという可能性もある。僕は陰陽師によって作られた式神で記憶も不完全だ。
君たち4人こそ今の僕にとって完全に信頼できて全てを託せる人たちなんだ。僕は君たちを信頼している。だけど春之助への責任もある。彼は僕を想像してくれた。僕は彼に付き従う義務がある。もし君たちの言った通り彼が悪者だった場合、彼に制御されるのも僕の運命だ。できることならこの善良な心を最後まで持ち続けたい。でも道具は主の意志に逆らってはならない。彼が僕を想像したというのなら僕を制御することができるだろう。もしこれから僕と春之助が天に背き道理に反することをしでかしたら、その時は君たちが僕たちのためにふさわしい最後を与えてくれると信じている。うぅ、最終的に難題をオイラたちに投げるなんて。でも意外と誠実だったな。それに責任感のあることも言ってたし、この答えならお前も納得できるよな。あんたら事前に話し合って演技してたのか？片方が疑う役でもう片方が信じる役を演じるって。いい方法だね。この方法なら式大将の記憶にまだ欠けている部分があるかどうか試すことができる。旅人成長したね。何が試すだ。オイラたちは緻密な計画を立てて一発で成功させたんだぞ。信玄が言ってただろ、あいつはあいつのやり方で信用できるかどうか確かめるって。だったらオイラたちもオイラたちのやり方がある。それに今これを言えば式大将を励ますこともできるしな。たとえあいつが迷っててもオイラたちはあいつを信じてて一緒に前へ進む。このことをあいつに分からせてあげたかったんだ。もし式大将が本当に仲間だったらすぐに敵味方を選ぶようなことはしない。自分自身に存在する脅威を正直に言えてこそ仲間に対して責任を持っていると言える。僕は嘘が得意じゃない。僕の心からの気持ちを感じ取ってくれてありがとう。善人でも他人を騙し他人を利用する時がある。その逆で悪人にも懸念や心配事があるというものだ。自分にとって残忍とも言える答えを口にできたということは確かに覚悟を決めているということだね。ふふん、信玄が言ってたように、なんて言うんだっけ。何のことだ。はあ、思い出した。この言語はすごく誠実で人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。一文字も間違わないなんてあんたよくそんなの覚えてたな。それで戦う前の決起会は終わったかな。終わったなら行こうか。即戦即決だ。式大将心配するな。あたいたちがあんたのそばにいる。分かっている。僕も全力を尽くす。君たちに面倒はかけない。かけても大丈夫だ。最終的にオイラたちが勝てればな。いや、最悪の事態にも備えておく必要がある。この扉の向こうが秘境の奥深くではなく仕掛けにつながっていたら。おいおい、縁起でもないこと言うなよ。もしもの話だよ。そうならないという保証は誰にもできない。そうだろ。残念なことに確かにそうだ。今の僕ではそれを防ぐことはできない。僕はまだここを完全に掌握したわけじゃないんだ。すまない。俺は別に何とも思ってないよ。聖地に挑戦できるまたとないチャンス。もう10回再構築してくれてもいいくらいだ。おいらは嫌だぞ。楽しみたいならお前一人で行ってこいよ。とにかくもし再構築が起きたら君たちは自分の安全を確保した上でできる限り集まって行動するといい。あんたはまた戦いに行っちまうのか。
心配いらないよ。俺はもちろん全ての危険を楽しむから。くそ、また弾かれた。次はあの兄ちゃんの口を塞いでくれ。あの縁起でもない口、毎回言い当てるなんて。もうこの卑怯嫌だぞ。噛むな春之助は、オイラたちと会うのが怖いんだろ。腰抜けなのか。でも近くに天領奉行の武士がまだ駐留してるぜ。兄ちゃんと式大将は中にいるから、トラブルは避けられたみたいだ。じゃあいつも通り、秘境の再構築が終わったら中に入ってあいつらと合流しようぜ。それまで身を隠してた方がいいな。あたいたちがまだここ一帯をうろついてることを天領奉行に知られない方がいい。次に入った時は絶対に全ての元凶を見つけ出してやる。